はい、こういう風に遮光しました。こうね、一応ね、下は溝の上にね、こう立てて溝にドーンってつけるんじゃないで、ちょこっと10センチぐらい上に上げて、手すりの、まあ柵があるでしょ、そこにこういうふうに、まあ、抱き合わせる形で結束線、結束バンドでね巻いて、で高さは一応上からしとる。もうこっから下ちょうどないでも大丈夫やし、直射光がどうかっていうあれなんやけど、まあこれでこれね、今度これをちょっと下げてしまうと上が開いてしまってやっぱ入ってくると思うんだよね。でね、程よい感じと思う。うん、見たら分かると思うけど、向こうも吸い通し、葉っぱ見たら分かると思うけど、葉っぱはほのかに揺れてますよね。ちょうどいいんじゃないかな。もっと涼しくなってくれればいいけどねっていう感じはあるけど、そこはもう仕方ないとして、余った分はこんだけ余った、ベランダのこう手前側に行くと、この手すりまでの、手すりから手すりまでの幅が1500ぐらいなんやろね。30センチぐらい余っとるから、およそ30センチ以上も余っとうな。ひょっとしたらもっとあれやったけど、まあでもね、問題はないですよ。うん、一応これでももっと分厚くしたいんやったら、さらにもう一枚重ねてもいいし、ね、ほのかな光でしょ、こんぐらい入っていいと思うからね。一応光合成させないけんしね。まあざっとこんな感じです。まあね、気温も多少はね、ダメージもね、でもし下の方のね隙間、うん、ちょっとほら土の方が乾きやすい状態ではあるんで、もう一枚買って、今度下の方を貼って少しは乾きづらさを緩和するか、むしろそれ以外には、ただマルチじゃないけど、上にこの土の上になんかね、あ、マルチでもあれしようか、ティモシー、ルンルンの寝床用のティモシーが一応余っとんですよ。ああいうので、ほら例えばバーク堆肥なんかでマルチにしたりするじゃないですか、土が乾かんように。それと一緒で、根わらっていうかね、ティモシーもわらみたいな感じやから、もう今乾燥してあれを撒くかやね。まあでもいいか、ちょこちょこ、また今から水撒くしね。今日もいい、朝一回撒いて起きて、うんで8時頃巻いて、今がもうお昼前やけど、今からまた巻いて、こまめにいっぺんにやらずに、うん、チップバンドからね、まあ起きたりはせんやろうけど、起きづらいように、で地温もね上がらんように、プランターやから上がったり下がったりのね変動が結構激しいやろうけど、まあ、とりあえずね、こういう感じになりましたっていうお話でした。では。